コニコしすぎて顔が痛い、ほっぺたの筋肉が皆さんこんにちは、明けましておめでとうございますと言ってもちょっと遅いかもしれないけど、まあ言わないよりマシだよね。今日は久しぶりに質問コーナーの動画やっていきたいと思います。インスタグラムの DM とかあの YouTube のメッセージとかでなんか恋愛系のことがよく聞かれるから、今日はちょっと禁断の恋愛関係のことを話していきたいと思います。あ、ちなみに今日は A チャンネルのアリアナちゃん来てます。イエーイ。それで質問なんですけど、インスタグラムと YouTube 両方で聞いてみたので、質問はまだ見てません。どっちかっていうとサプライズ的な方が面白いなと思ったので、質問は、まあ、最初の方のやつは何個か読んだけど全部見てません。今インスタ開いたんだけどね、3年前がこれ、このメイクやってた頃の方がまだいらっしゃったらちょっとかなりびっくりかも。うちの親知ってたかな、この時メイクしてたって。なんか内緒の頃でやった頃っぽい感じがする。懐かしい。すごい、インスタめっちゃ質問来てるやん。ありがとう、こんないっぱい。結構緊張してる。じゃあ結構下の方から始めようか。最初の質問いきなり来たよ。今彼氏はいますか？いません。こうパーッと見た感じでこの質問が一番多いかもしれない。今までで一番いい意味でも悪い意味でも印象に残っているデートとかありますか？いい印象といえば、僕の最初の、彼氏ができた時に、あの夜に誰もいない音楽学校になんかブラブラしてて、話しながら歩いて、まあ、彼が急にちょっと練習室入ろうって言うから入って、で彼はあのオーケストラの集まりでなんか知り合ったんですけど、彼はチェリストだったんですけど、子供の頃からその音楽教育を受けていたので、なんか絶対音感もあったしピアノも弾けたんですね。僕はバイオリンしか弾けできないので、まあベンチに座ってっていうので隣同士ベンチに座ってピアノので、彼が急にピアノ弾きながら歌い出して、で彼がそんなに歌えるとしも知らずに、すごい歌もピアノもめちゃくちゃ上手くて、あのその時人生で初めてマジ泣きしましたまあ後々あいつがめっちゃクッとやろうってわかるんですけどね。日本人と恋はできますかという質問なんですけれども、これ結構ねあの聞かれることが多くて、意外かもしれないんだけど、アメリカ生まれ育ちだとしても家庭がもう普通に日本に住んでる日本人っぽい暮らしをしてきたので、思考もなんか食べ物の好みとかもなんかすごい日本人だなって自分では思うので、今までの彼氏は最初の彼以外全員、まあ偶然ですけどアメリカ人白人だったので、ただ偶然的にあの方たちが好きだったっていうだけで、選べるんだったらなんか一緒にいて疲れなさそうなのが日本人なので、選ぶなら日本人がいいです。おお、彼女、彼氏がお坊さんって正直友達に言いにくいすごい。あーでも僕個人的には結構それいいって感じする。日本に一時帰国するのは機会が少ないので、あのお寺は必ず行くんですよね、お墓参りとかで、まあ、もちろんお坊さんに会うんですけれども、僕個人的にはいいすごくいいって感じがする。別に自分だったら全然恥ずかしくないかも、お坊さんが彼氏でも素敵だと思います。5年一緒にいる彼がいるんですが、長く付き合いすぎてときめきとか全然ないです。新鮮さが欲しいです。僕で一番長かった恋愛が1年くらいもう持ったかどうかもわからないって感じ で、正直言うとね、僕恋愛しちゃうと個人的にはね、いつも忙しいから、なんか常になんか自分自身の新鮮さを求めちゃうのね、僕の場合。もうまず仕事を増やしたいっていうのとか、もっとその仕事をあの増やしたとしたら、それをもっと成功するためにもっといろんなことをチャレンジして、なんか学校行ったりとかトレーニングしたりとか、もっともっと求めるっていうのがなんか僕の性格なので、もっともっと自分に力が欲しいという欲望がいっぱいなので、なんかそれをやってると恋愛する時間がないんですよね。自分勝手なのかなとかと思っちゃうんですけど、その理由があって僕あんまり恋愛しないんですよね、正直。っていうか逆に5年も一緒にいるっていうのが僕はすごいなと思います。今まで僕はそれを成し遂げたことがないので、今まで次の質問、初恋はいつでしたか？僕の初恋はね、小学6年生あの同じ学校に通ってた女の子に初恋してました。当時は小6だったのでね、そのちょっとセクシュアリティのこととかはちょっと置いといて、あの当時は今と違って
その別に美容が好きだったとか綺麗になりたかったとか全然そういう欲望はなかったので、どっちかっていうとスポーティーな方、テニスとかめちゃ頑張ってた頃なので、なんかあんまり正直言うとお風呂とかも好きじゃなかったし、なんか顔、朝も顔洗ったりとかするのめんどくさくて、正直そういう時期があったんですね。意外と初恋してた女の子に会えるって分かった日は必ずの前の晩にお風呂でめちゃくちゃ体磨いてました。あの子に会うんだったらめちゃくちゃ綺麗で、なんか匂いも良くないといけないって感じで、朝はちゃんと顔も洗って、で服も一番お気に入りの服着ていつも学校行ってました。彼女に会えると分かった日は。次はちょっと YouTube の方の質問見てみます。今まで付き合った中で一番最低だった恋愛は、あのね、恋愛全部終わった時は絶対なんか彼がその嘘をついて、それがバレただけなんですよね。なんか僕本当にもう嘘が大嫌いで、嘘つき耐えられないんですよね。もうでしかも僕嘘を見破るのがめちゃくちゃうまくて、もう心理学者並みにその嘘を突き止めるのがすごいうまくて、些細な嘘だったら別にどうでもいいんですけど、それで最初の彼なんだけどね、ピアノと歌とチェロがうまかった彼ね、彼は香港に住んでて、その時当時うちらは大学生で、で彼が僕に内緒でなんか他のなんか彼のことが好きな男と一緒にルームメイトになってて、なんかいろいろとやってたんですね、僕の陰で。でそれを僕はそれを見破れなくて、で結局最後白状したんですけど、あれは結構結構辛い嘘だった。イケメンなリキさんに質問です。そんなイケメンじゃないよ。で学生時代はモテモテでしたか？かっこよくて羨ましいです。なんか自分で言うのめちゃくちゃなんか嫌な感じするんだけど、ごめんね。だけど結構ね、モテたでしょとか言われるっちゃ言われるんですね。だけど全然モテてないです。一回マックで近いお友達がいるんですけど、その友達に思考とか行動が年齢と比例してないって言って、なんかどっちかっていうと考え方とかなんかもっと年上の人っぽい感じでするのと、仕事とかいっぱいやってるのとかがなんかすごい近寄りがたいとこがあったりするって言われたので、それはそれで彼女の言いたかったことはすごくわかるんだけど、まあ落ち込みましたね。でも落ち込んだんですけど、まあでも褒めてくれてありがとう。こんなことされたら好きになっちゃうじゃんというリキさんが思うことはどんなことですか？歌が上手かったら超すぐに恋に落ちます。付き合ってもないのにホテルに誘ってくる男性ってどう思いますか？くそ。年上の女性は何歳上まで恋愛対象として見れますか？まず僕はゲイなので恋愛対象は男性になります。で何歳上まで行くかっていうと、まあ10歳くらいかな。今は26歳なので、まあ36、まあ40って言われても別に気があったりとか別に素敵な方だったら別にノーとは言わないですね。リキさん今年もよろしくお願いします。こちらこそよろしくね。質問ですが、リキさんが好きな相手にされてキュンとする仕草とか言葉とかありますか？仕草で言えば、僕がねこうちょっと男の人だったらちょっとこうデートとかで待ち合いとかするでしょ。その時にちょっとこうやってグラサンかけて、ちょっとこう携帯いじりながらここちょっと股を大股開いて、ちょっとこう猫背になってこうやって待ってて、こうこの時にね、このこれくらいの角度でちょっと顔を振ってあげた時がかっこいい。新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。質問なんですが、仕事と恋愛どちらか一つだけ選びなさいと言われたらどっちを選びますか？のが楽しみにしてます。ありがとう。これはもう即答、仕事。初おデートでの割り勘、気になる気にならない？男性と女性のデートだったら男お前が払えよ、同じ男として恥ずかしいよ割り勘とか。ゲイの男と男だったら割り勘、僕の分払いたいって言うんだったら払わせてあげてもいいって感じ。メイクやファッションなど彼の好みに合わせません。僕は僕のそのスタイルがあるので、数年前までは僕 YouTube とか Instagram のこととかは本当に好きだと思った相手にしか教えてなくて、こうメディアでこう仕事してると結構そこが難しいんですよね。なんかすぐに相手に見せたくないっていうのもあって、なんか当時はメイクしてるのとかちょっと自分のフェミニンなこの方を見せるのが恥ずかしかったっていうところがあって、今はすぐにもう YouTube っていう仕事もしてて、でメイクもするし、別に男性らしいところも女性らしいところも両方持ってるっていうのを逆に自分の
長所みたいな感じでアピールします。第一、僕の全てを気に入ってくれる人じゃないんだったらそもそも恋人として欲しくないです。そんな相手ベタなんですが、好みのタイプは別に全然ベタじゃないよ。もし付き合うっていうレベルまで行くんだったら、彼に求めるものはちゃんと経済力、その別にお金持ちとかじゃなくて、ちゃんとお金の管理ができる人はマストです。絶対それないとダメ。あとはどんな人でも受け入れる人ですかね。こういういろんな仕事をしてると、いろんな方と出会うことがあるんですけど、その分だけいろんな道を通ってきた人がいるので、女性であろうと男性であろうと、ゲイであろうと、レズビアンであろうと、トランスジェンダーであろうと、もうみんな平等っていう風に扱える人がいいです。今恋愛モードなのかな、気になってる人がいそう。一人もいないです。これ恥ずかしい。リキさんは一目惚れですか、それとも友達から入るタイプですか。私一目惚れって今まで一回もないんですけど、リキさんだったらどこが恋愛感情になるところですか。何もありますか。僕すぐに一目惚れします。そこで置いとくわ。また違う時にもっと深く話するね。いつも応援してます、ありがとう。自分のセクシャリティで良かったこと、良くなかったことは何ですか。ゲイとして良かったことは、僕的にはその何に関しても男性の目線としても見れるし、女性の目線としても両方見れるので、お付き合いしたい相手だとか、まあ、ファッションだとかメイクだとか、なんかいろんなことに応えて、なんか冷静に考えられるような気がするので、そういうとこは僕はゲイでよかったなと思います。良くなかったことっていうと、やっぱり家族に心配かけるってことですね。別に恥ずかしいことでもないし、悪いことでもないし、別にその迷惑かけることじゃないんだけど、ゲイであるってことは。でもやっぱりマイノリティって言ったらマイノリティなのは確かだから、まあ、そういう面ではちょっともう、ちょっと親には心配かけちゃうかなっていうのはあります。ミキさんは好きな人ができたらガンガン行動する派ですか、陰ながら見守る派ですか。どっちでもないです。ガンガン攻めてくる人が好き。だからガンガンこっちに攻めてくると、なんかそれだけやっぱり、あ、僕のこともっと知りたいんだなとか、僕のこと好きなんだなとか、すごい直行的な影でなんかこそこそちょっと好きだよって伝えるとか、そんなんじゃなくて、結構強くこうバンとくる相手にちょっと惹かれちゃったりとかします。キスは何回目のデートでして OK?3 待ってました笑い。どんな人に魅力を感じますか。僕ね、昔からね、ガクトがかっこいいなと思うの。なんかその別にガクトとは付き合いたいと思わないけど、ガクトみたいにこうすごいストイックで、なんかすごいちょっとナルチストだけど、現実的なナルチストだから、そのひたすら鏡見て俺かっこいいなとか、そんなほざいてるやつじゃなくて、そのナルチスその自分の本当に実力もあって、その実力のために一生懸命頑張ってるナルチストがすごい魅力を感じます。もし彼女ができたらメイクはしてあげますか。もう絶対ね、恋愛対象が女性で彼女ができたら絶対すぐにメイクしてあげます。毎日はメイクしてあげます。では最後に、ゲイですかっていう質問をよくいただくんですけれども、はい、僕は男性であり、恋愛対象は男性のゲイです。なんかよくメイク動画とかしてても、なんかオカマですかとか聞かれるんですけど、その実はというと、なんかオカマっていう言葉は英語になくて、どこまでのラインがオカマっていう、オカマとゲイと何が違うのかっていうのもあるし、もしかしたら聞きたいのが自分を女性として見る部分もあるのかなっていう意味でオカマって聞かれるのかなって思ってたんですけど、僕は確かにメイク動画は出してて、その別に可愛くなるのも綺麗になるのも好きなんですけど、でも自分は女性であるとか女性になりたいっていう考えは僕個人的には 1% もないです。もう完全に男だし、ただ男で別にメイクはしてて楽しいし、なんか変身もなんかやってて面白いし、メイク集めるのもなんかワクワクするしっていう感じだけなので、であとは別に好きだったもんは好きだったんだからしょうがないじゃんって感じで、僕がそうですね、まあ好きなのは男になるだけです。そんな感じで今日は結構たくさん質問を答えて、動画めちゃくちゃ長くならなければいいなと思ってるんだけど、そしてもちろんたくさんのご質問ありがとうございました。いつもありがとうございます。動画サポートしてくれて、
今日は久しぶりにこういう質問読んでたりとか答えたりとかして、こっちがドキドキしました。めちゃくちゃなんか恋してるかのようなドキドキ感だったので、ちょっと心臓が焦ってる。今年はメイク動画以外の動画も出していきたいなと思っているので、もしアイディアとかあればぜひ教えてくださいという感じで、今日はこの動画はこれで終わりにしたいと思います。今日も見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。